レコード屋は、宮城道夫。メニュー品の演奏会を日比谷の公会堂へ聞きに行って、後で楽屋へ挨拶に行くと、握手をしながら、How do you do? と言われた。その声が高い若々しい調子に聞こえた。帰ろうとすると、もう一度握手されたので、私は嬉しかった。そのせいか、市のレコードが集めたくなって、いろいろ買い求めた。 そして死の写真のついたアルバムへ手探りで一枚ずつレコードをはめていった。幸いのことについ先日、ビクターから金属25年以上のご褒美に小型電気蓄音機をもらったのでそれで聴いて楽しんでいる。私はレコードを一人で静かに聴くのが好きで人の寝静まった夜中などに鳴らすことがよくある。電気蓄音機は 調節ができて良いが手巻きの蓄音機でオーケストラなどを鳴らすとあたりへ響き渡るので風呂敷をかけたり布団をかぶせたりして音を弱くして聞くのであるある夜私は変装曲を作ってみたいと思っていたので参考に聞きたいと思ってレコードをいろいろ探した私にわかるように展示で書いてあるのもあるがそうでないのが多いのでそういうのは レコードやアルバムの手触りや形などで探り当てたり、また置き場所などにも心覚えがある。それでやっと探り出したのは、ベートーベンのワルツによる33の変奏曲であった。ピアノはフィッシャーの演奏であったが、それを電気蓄音機で弱くして聴いた。ところが、私の思惑とは違った。私は形式などを参考にしたいと思っていたが、 それよりも変装の変わるごとに私に感じるのはベートーベンの何か心理というようなものであった。私は寝床のすぐそばへ蓄音機を置いて寝ながら聞いていてレコードを裏返すときにはそのまま手を伸ばし一枚住むと上半身を起こしてかけ返る。まことに武将なようであるがこう横になって聴いていると一層深く味わうことができる。 次第に変わってゆく和声的な最低音や最高音、それに何かを暗示するように続いて聞こえるあの低音などが、しんとした真夜中と一体になったように私に感じられて、何か深い人生までが思い浮かんでくるのであった。そしてレコードを7枚聴き終わった時は、もう夜明け近くであった。この名曲も去ることながら、 私は理解の深いフィッシャーの演奏ぶりに今更のように敬服の念が湧いてきたのであった私はずっと以前にハイフェッツの古い吹き込みらしかったが妖精の踊りのレコードを持っていた友人の内田百賢先生はこの曲が非常に好きであのタンタンタタタタという節を聞くと妙にビールが飲みたくなるので私の家で飲んだり どこかへ飲みに連れて行ってもらったりしたが、私もその頃、この曲が好きで、これにヒントを得て、落ち葉の踊りを作ってみたのである。その後、百軒先生が学生を連れてきて、酔っ払った勢いで、このレコードを没収して帰ったように思ったが、今その話をすると、そんな覚えはない、迷惑な話だ、というのである。その頃は、ハイフェッツ、エルマン、 クライスラー、ジンバリストなどが相次いで来庁したのである。そして、百軒先生はこの曲の実演を聞いたときには、たまらなくなって、休憩時間に日比谷の地下室へ降りて、ビールを飲んだとかである。クライスラーが来庁したときには、三島さんのお屋敷で私は、落ち葉の踊りと秋の調べを聞いてもらったが、このレコードと関連して、今懐かしく思い出されるのである。 私にはレコードが命から2番目くらい大事なので、戦時中にも2馬車に積んで疎開先をあちらこちらと持ち回ったので、今でも多少残っているのは嬉しい。私は気分の晴れないときはモーツァルトの曲を聴くとすがすがしくなってくる。私はクラシックのものが好きであるが、またごく近代的なものも好きである。それにレコードを勉強に聴くときと、 楽しみにに聞くととき分けている私は忙しい仕事が一段落つくと何かレコードが新しく買いたくなるので四ツ谷の高温堂へ電話をかけるその店が繊細で途切れていたが終戦後しばらくして復活したのでまた時々求めているがしかし戦争以来レコードによっては心音がひどくてはっきりしないのやまた 途中で針が折れてしまうようなのにも当たることがある。しかし最近、新入荷というのはさすがに良い音がする。とにかく私にはレコードが先生でもあるので、月謝を払うつもりで良い新婦が出ると毎月求めることにしている。